こんにちは、内定率 100% の就活塾、ホワイト学びの竹内です。今日の質問はこちらです。学先常駐は結局派遣社員と変わらないから SIR は大手でもおすすめしないという話を聞いたのですが、本当ですか？こちらに回答していきたいと思います。結論、全然違います。以前別の動画でも解説しましたが、客先常駐は働く場所が客先ということを意味しています。 SIR 業界は自動車産業と一緒で多重下請け構造になっています。例えば自動車産業の場合、完成車メーカー、ティア1の部品メーカー、ティア2の部品メーカー、ティア3、ティア4となっています。完成車メーカーは皆さんご存知のトヨタ自動車や日産、ホンダなどですね。そしてティア1の部品メーカーはデンソー、愛信製機、ボッシュ、ZF、コンチネンタルなどです。文系の方はこれらの会社を聞いたことがないという方もいらっしゃるかもしれませんが、理系の方でこれらの会社を知らない人はほとんどいません。今や自動車メーカーと並ぶ勢いで人気の就職先になることもあります。自動車部品メーカーは比較的労組が強く、働き方がホワイトになりやすいことも人気の理由となっています。自動車産業の場合、ティア1の部品メーカーの開発や設計の担当者が完成車メーカーに客先常駐するケースはよくあります。新しい自動車を開発したり設計したりする際に、レイアウトや組み付け位置などが少しずれるだけでお互いの部品に干渉し合ったり不具合が生じたりすることがあるためです。車体は自動車メーカーが、部品は部品メーカーがというように、バラバラに開発や設計を行って、お互い完成したからはい合体というようにした結果、いざ自動車が完成してから部品同士が干渉し合って組み付けできなかったとか、うまく動作しなかったということが起こると、やり直しに莫大なコストがかかってしまいます。ですので部品メーカーの担当者が自動車メーカーに常駐して、机を並べて必要な時はすぐに議論できる位置で一緒に開発や設計を行うことで、問題解決の前倒しをして効率的に仕事を行うことができるわけです。ここにおいて自動車メーカーとティア1の部品メーカーの関係を見ると、部品メーカーは客先常駐しているのだから自動車メーカーよりも立場が下だというふうになるのでしょうか？そうはなりませんよね。確かに自動車メーカーからの発注がなくなると売り上げが大きく減るわけなので、部品メーカーは困ります。ただ他にも発注してくれるメーカーはあるわけです。逆に自動車メーカーはどうでしょうか？部品メーカーが作ってくれなくなったら他の部品メーカーに頼めばいいのかもしれません。しかしティア1のレベルになると、その部品を作れる部品メーカーは世界で3社しかいないといった部品もあります。ここがダメだから代わりにここと、そう簡単にいかないのが現実なわけです。自動車メーカーとティア1部品メーカーはあくまで対等な関係として、良い車を作るために協働しているというのが実態です。客先常駐だから常駐している側の立場が悪いということは必ずしも言えません。少し自動車の例が長くなりましたが、 SIR について見ていくと、 SIR も同じくピラミッド構造となっています。プライムベンダー、二次受け SI、三次受け SI、四次受け SI となっています。まず SIR の場合、顧客は自分でシステム開発をできるわけではないので、システムを受注した SIR はプライムベンダー、つまり一次受けということになり、全体のマネジメントをする仕事を担います。例えばある大手のアパレルメーカーが在庫管理のシステムを作りたい、あるいは更新したいとなった場合、その大手アパレルメーカーは自社でシステム開発はできないわけですから、どこかの大手 SIR に発注するということになります。一時受けとなった大手 SIR は大手アパレルメーカーの本社ビルの中に客先常駐してシステム開発のマネジメントを行います。ただしプライムベンダーは実際にコードを書くことはほとんどなく、実作業はこれまた客先常駐している二次受け、三次受けがやっていくことになります。この際アパレルメーカーはいくらと決められた予算でプライムベンダーに対してシステム開発を依頼しているわけですから、プライムベンダーはその決められた予算から自社の収益を確保した上で下請けに業務の一部を発注していくということになります。ですのでピラミッドの下に行けば行くほど収益は低くなり、会社の収益が低くなると社員の労働条件は悪くなるということになります。システム開発は大手企業の本社ビルでやることになりますので、自分の会社以外のシステム開発の仕事をするとなれば、客先常駐が必須となります。しかし客先常駐だからブラックというわけではありません。客先常駐かどうかとブラックかどうかには関係がなく、どちらかというと下請けになればなるほどブラックということになります。この点を勘違いしないようにしましょう。 SIR は一口に大手といっても、超大手、大手、
中堅に近い大手もありますので、大手であってもピラミッドの下の方に位置する企業であれば、比較的労働条件は悪いということになるでしょう。またそもそも客先常駐が嫌ということであれば、客先常駐がないタイプの SIR もあります。全国転勤が嫌だし、土日休みがいいから SIR を志望しているけど、各社の違いがよくわからないし、どこを受けたらいいかわからないという方は、ぜひ一度概要欄からホワイトアカデミーの無料相談会にお越しください。では今日は以上です。ありがとうございました。